それじゃあ、はい。はい。それじゃあ、はい。そうですね。すいません。何か喋らなきゃとは思うんですけど、何を話したらいいかが分からなくて。そうやな。なるほど。何気ないことですか。ああ。わかりました。真島さんはお寿司のネタでは何が好きですか？真島さんって結構お子様ですね。せめて魚を選んでくださいよ。あ、それよく聞きますね。ああ、今度。え？なるほど。会話を。じゃあ、真島さんって。こういう仕事されてますけど、奥さんに怒られないんですか？いや。男の人の一人暮らしって全然想像できませんね。真島さんは料理とかするんですか？え？外食とかインスタントばかりだと栄養が偏りそうですね。肉じゃがとか差し入れましょうか。はい。それにしても男の人は肉じゃがに弱いって本当だったんですね。何やと？はい、恋愛ハウツーブックに書いてました。男の胃袋は肉じゃがでつかめって。誰にも言わないでくださいよ。そうですか。でも私やっぱり見知った中の人と初めて会うお客さんとじゃ心構えが全然違いますよ。いや、理屈はわかりますが、何が何だか全然わかりませんよ。真島さんがこの店でお金を使って、その利益が真島さんに入るわけ。あ、冗談だったんですか。そうですよね。すいません。
でも本当に真島さんがいつもお客さんだったらちょっと嬉しいかも。その時はいっぱい高いものを注文してくださいね。そうですね。あの、その、真島さんは私のことどう思いますか？え？この店で働いてる私のことどう思ってるか知りたいんです。そうですかね。最近は新しい子も増えて。はじめさん。ありがとうございます。なんか、真島さんに真面目にそういうこと言われると。なんかむずがゆいですね。なんやぞ。でも嬉しいです。本当に私もっともっと頑張ります。お疲れ。